アメリカの心臓外科医が質問に答えていくコーナーをしています。続いての質問は USMLE のステップ1の勉強法についてもう少し具体的に教えてほしいです。使用した教材やスコア、ビヘビオーナルサイエンスについてなど、これはですね、前回多分、アメリカで心臓外科医になるためにはっていう話を一番最初にしたんですけれども、その時のですね、追加で USMLE について質問をしたいってことだと思うんですね。ステップ1の勉強法についてもう少し具体的に、これはもう、いろんなところで言われてると思うんですけれども、多分一番は、その問題集ですよね。 USMLE ワールドとか、まあ、ただ僕が受けたの10年ぐらい前なんで今とはちょっと様子は変わってるとは思うんですけれども、とにかく、ネットの問題集をやりまくるっていうところが、ポイントなんじゃないかなと思いますね。まあ、とにかくやってで、まあ、その答え合わせしてですね、分かんなかったところをファーストエイドって分厚い本があるんですけど、そこに書き込んでっていう風に、まあ、やっていくっていうのが一番の方法なんじゃないかなって、最終的にはみんなそうなっていきますよね。でただ最初のステップとかがどうするかっていうところだと思うんですけれども、まあ、僕はですね、一番最初に始めた時は、まあ、学生の時にちょっと興味持ってファーストエイドを買ってみたんですけれども、ファーストエイドってですね、あれなんかこう見た目はすごくポップな感じなんですけれども、中身はですね、全然わかんないですね、はっきり言って。説明の文章が少ないし、まあ、覚えることばっかりたくさんの並んでるし、まず英単語がわかんないしっていうことで、かなり、それを読もうとしてやられちゃったっていうのがあるんですよね。で、まあ、ファーストエイドはもちろん読んでもいいんですけれども、基本的には問題をやりながら、それを答える形で、それを照らし合わせる形でファーストエイドを読んでいくっていうところが一つと、多分一番最初のとっかかりで一番辛いのは英単語を覚えることだと思うんですね。その病気の名前だったりとか、まず英語が分かんないのにさらに医学的な英単語が出てきたらですね、全く分からないんですよね。だから僕が始めた時は最初それをですね、辞書とか引きながら一個一個単語を調べていって、分かんない単語が出たら調べて、で結局それ調べて覚えてもですね、3日経てばですね忘れるんですね。で忘れたらまた覚えるっていう形で、まあひたすら英単語を覚えていくっていう感じですね。だから英単語を覚えて問題を解いて、だから最初はですね、問題を1問解くのにえらい時間かかったりするんですよ。30分とか下手に言うしたら1時間とかかかったりするんですね。で、まあそれでもですね、めげないことですよね。ひたすらそれをやり続けるしかないんで。で、そうやっていくと人間って不思議なもので、例えば同じ単語でもですね、まあ一つ覚えて忘れるじゃないですか。で、そうするとまた来て、あーってなるんですけども、まあそれをまた覚えて、で忘れるっていうコース。繰り返していくとですね、まあ、5回6回やってくるとね、大体覚えるんですよね。あ、これはあれだったなっていうふうに思います。だから、ただ1回2回3回目ぐらいで忘れた時にですね、結構やっぱ衝撃を受けるんですよ。あ、もう忘れちゃった、もうまた覚えなくちゃいけない、覚えなくちゃいけないっていうふうになるんですけども、基本的に多分人間ってもうほとんど忘れる生き物なんで、もう忘れる前提で覚えていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。そうすると精神的にも楽ですし、新しい単語が出てきたら調べて覚えて、でそれをがっつり覚えるっていうよりは、あ、まあこれはまあこういうものなんだなって、まあでも覚えとこう、でも次忘れちゃったらまた調べればいいやっていう形でいればですね、まあまた出てきた時も、ああこれは忘れちゃったけど、まあ調べればいいやって言って覚えていけば、そのうちですね、頭の中に入ってくるので、物事ってのは基本的に忘れる前提で覚えていって、何度も何度もやることでですね、反復させていって頭に染み込ましていくって、特に USMLE は問題集をとにかくたくさんやるので、そういう単語であったりとかですね、分からない単語っていうのが何度も何度も何度も出てくるから、心配しなくてもですね、続けてれば覚えるんですね。だから一番大事なことっていうのは、何かをしっかり覚えて一個一個ステップを踏んでいくっていうよりは、とにかくもう膨大な問題量だったりとか勉強量が必要だっていうことを腹をくくってですね、ひたすらやり続けることなんだと思うんですね。繰り返し繰り返し頭に入れていくこと、それが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。とにかく問題集で、あとは、なんかその試験が点数じゃなくて、OK パスとフェイルとその 2種類だけになるとかっていう話もありますよね。で、この USMLE の勉強、まあ、特にステップ1とかですね、まあ、ステップ2の CK もそうですけれども、今僕がですね、医者12年目13年目で、USMLE の勉強したの研修医2年目ぐらいなんで、まあ10年前ですね。ステップ1の勉強めちゃくちゃしたんですね。問題集バーって解いて、でもう
知らない英語単語ないぐらいまで行ってですね、もう全部答えられるぐらいまで覚えたんですけれども、今じゃあそのステップ1の勉強で何か覚えてることあるかとか問題が出たらですね、おそらくほとんど覚えてないですね。ほぼ全て忘れてます。だから、まあ、そういうもんなんですよね。まあ、だからあれが必要かっていうと、まあ、もちろん必要なところはあると思うんですけれども、あくまであれは試験を、USMLE の資格を取るための勉強であって、でまあ、それをですね、忘れてしまう前提で覚えていけばねいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから合格するために覚えるための勉強っていう形でやっていけばまあいいんじゃないかなっていうふうなのは思いますね。だからとにかく受かればいいんですね。そのために、たくさん、やって覚えて忘れて覚えて忘れてっていうふうにしていけばいいんじゃないかなと思いますね。だから使用した教材は USMLE ワードとかそういう、カプランとかですね、そういうのの問題集をひたすら、もう 何千問とかって解くのと、あとはファーストエイドですね、それ以外になんかそのおすすめの例えば感染症だったりとかそのビヘビオーラルサイエンスの本とかですね、おすすめの本があるんで、まあ、そういうのを読んでみるっていうのも別に悪いことはないんじゃないかなと思いますね。もちろんそういうので補足できるところもありますし、あとはそのやっぱり問題ばっかりやってもですね、まあ、もちろんそれが一番大事なんですけれども飽きちゃうんですよね。だからいかにこの膨大な量をやらなくちゃいけないんで、自分を飽きさせない工夫っていうのが大事だと思うんですね。ブワーッと問題集やってもちょっとさすがにこれは問題集やりすぎだっていうふうに思ったら、ちょっと気分転換にですねそういう教科書をちょっと読んでみたりすると、また、同じですね出来事も問題集からずっとやってるっていうよりはまた別の角度からですね情報が入ってくると、その頭に入りやすさっていうのは違うんじゃないかなって、同じ事柄でもですね、かなと思うので、まあそういう風なやり方っていうのはいいのかなと思いますね。だからこれは勉強の仕方とか、その何が大事かとかっていうことよりは、そのマインドの、自分の気持ちの持ちようのコントロールが一番大事なんじゃないかなってっていう試験かなというふうに思いますね。逆に言うとそういうやる気を継続できたりとか、ひたすらやり続けることができればですね、基本的には誰でも受かることができるんじゃないかなっていう感じはしますね。要は近道がないというか、ひたすらひたすら遠回りをしてって、まあたどり着く道なんじゃないかなっていう気がしますね。はい。